a m a z o n .com の論争とは、複数の団体などから Amazon に対して寄せられている批判であり、特定のビジネス監修の倫理性とポリシーが疑問視された。Amazon は裁判所の内外での反競争的もしくは、独占的な行動に対しての数々の申し立てに直面している。確認された例として、価格差別、物議を醸した特許、を、競合相手に対して執行。 出版社による割引直接販売の阻止の試み、サードパーティーのオンデマンド印刷サービスとの協力を止めさせ、自社のサービスを使うようにさせる意思を宣言したことがある。2002年に企業のコンプライアンスに関しての疑問が起きたとき、アマゾンはカナダの子会社の合法性についての試練に直面したが、その後、訴訟は取り下げられた。2009年に、 日本で東京国税局がアマゾンに対して140億円もの追徴課税を行った。課税についての論争は何度も起きており、2012年にはアマゾンがイギリスで調査されているとの報道があった。米国でも売上税を5週に住む消費者から徴収しているだけとして批判を受けた。 健康問題での即時解雇や大量レイオフを含む反労働団体戦略などで労働者の低待遇との報告もされていた。一部の論争はコンテンツに集中していた。アマゾンはザッペドファイル、エスガイドツーラブプレジャーや統計雑誌、ザ・ゲームコックなどの批判を受け、様々な機関から法的な措置を取られている書籍をかつて販売していた。 アマゾンなどは表現の自由を引き合いに出しショッキングで物議を醸したものを正当化した。しかし2010年にアマゾンがウィキリークスのホスティングを停止した時前述のアマゾンの態度に疑問が投げかけられた。購入したコンテンツが通知や許可なくキンドル端末から遠隔削除された事件が発生した。コンテンツをめぐる論争はアマゾンのサイトにまで拡大し、 製品レビューの手続きの公平性が疑問視され、提携、競合製品に対してのレビューが匿名で寄与できることを指摘している。アマゾンは競争の支障になるとして、特許権侵害の申し立てで議論の対象になってきた。ワンクリック特許はおそらく最も知られた例である。競合のバーンズノーブルのサイトのワンクリック特許権侵害の申し立ては、 フリーソフトウェア財団が1999年12月にアマゾンのボイコットを表明するきっかけとなり、ボイコットは2002年の9月まで続いた。2000年2月22日、アマゾンはアフィリエートプログラムと呼ばれるインターネットベースの消費者誘導システムの特許を取得した。業界のリーダーのティム・オライリーとチャーリー・ジャクソンはこの特許を非難し、 オライリーはアマゾンの CEO のジェフ・ベゾスに対してワンクリック特許とアフィリエイトプログラム特許に抗議し、ベゾスにインターネット商取引のさらなる発展を制限する、いかなる試みも行わないよう請願する公開状を出した。オライリーはこの請願に1万件の署名を得た。ベゾスは自身も公開状を出し返答した。オライリーとベゾスが 特許改革に向けてのロビー活動をするためにワシントン DC を訪れたことで抗議運動は終結した。2003年2月25日、アマゾンはネット掲示板上で商品に関連した議論を行うシステムと手法と題した特許を取得した。2006年12月5日に米国特許商標庁は早期電子商取引特許とデジキャッシュ電子、 マネーシステムを先行技術として引用した俳優、ピーター・クリーバリーの請求に基づき、ワンクリック特許の再審査を指示した。アマゾンは、英語とフランス語に対応するカナダのサイトを運営しているが2010年3月に、制定されるまで、外資の本屋に対しての国の法律の制限により、カナダでのコールセンターや、フィルフィメントセンター、サーバー、本社の支持機能が妨げられていた。 その代わりアマゾンのカナダサイトは米国で始まり、アマゾンはカナダ郵便公社がカナダ国内での配送を行うことと、オンタリオ州民佐賀の国有企業の配送施設を使用することで同社と合意した。カナダでのアマゾン、佐賀の立ち上げは議論を呼んだ。2002年にカナダの書店協会とインディゴブックスミュージックは、アマゾンとカナダ郵便公社の提携は、 カナダの法を回避しようとする試みを表しているとの裁判所の判決を得ることを模索したが2004年に訴訟は取り下げられた2017年1月にインドの国旗がデザインされたドアマット商品が Amazon カナダサイトで販売されたインドの国旗をそのような形で使用することはインド社会に対しての攻撃でありインドの国旗法の侵害とみなされた インド政府のスシュマ・スワラージ外務大臣は、アマゾン当局者に対し、無条件の謝罪と同様の商品の撤去が、なされなければ、ビザの停止をすると警告した。二千十七年一月アマゾンカナダは、産業省競争局から百万ドルの罰金と十万ドルの費用を払うよう求められており、疑問的販売観光部門のジョセフィン・パランボ、審議官によれば、商品の価格設定に関し、 真実に基づいた広告の提供を怠ったためという。罰金はアマゾンカナダの一部商品が人為的に低価より高く表示され、低価格の販売商品をかなり魅力的に思わせることで、他の小売業者に比べ不当な競争上の優位性を得たとして課せられた。一部の小売業者の間では珍しいことではなく、罰金は 根拠のない割引の主張は容認されないという明確なメッセージを送る意図だったという。競争局はアマゾンに対し通常価格が正確に記載されていることを保証するようにも指示した。2008年3月、アマゾンのブックサージ部門の販売代表者はオンデマンド印刷本の出版社にアマゾンでオンデマンド本を販売し続けるにはアマゾンが所有する。 ブックサージのオンデマンド印刷会社との合意書にサインすることが必要になると通知するためにコンタクトを取り始めた。出版社たちは最終的にオンデマンド印刷本はブックサージによって印刷された本のみを売ることになると伝えられた。一部の出版社はこの最後通帳は独占権の乱用になると感じ、処置の倫理性や反トラスト法で合法かどうか疑問視し,した。 2008年に A Amazon は販売者が自身のサイトで割引販売をしないように試みたことで非難を浴びた。Amazon の主張は希望小売価格に沿うというよりむしろ彼らのウェブサイトでのより低い価格に基づいて出版社に支払えるようにするべきというものだった。2008年には他にも A Amazon は英国出版コミュニティからアシェットリーブルの英国市会社から出版された。 ウレスジボンの販売を取り下げたことで非難を浴びた。撤去はアシェットに割引販売をするよう圧力をかけるためと推測された。カーティス・ブラウンのマネージングディレクターのジョナサン・ロイドは出版社、著者や代理人はアシェットを全力で応援している。誰かがこれ以上はダメだと警告しなければならない。出版社は販売業者に年間1%を提供しているがそれを止めるのだろうか 作家たちを金融のフットボールとして利用するのは、恥ずべきことだと意見を述べた。2013年の8月に、イギリスの厚生取引局やドイツの連邦カルテル庁による捜査に応じ、アマゾンは EU のマーケットプレイスの販売者への価格統一方針を終了させることで同意した。この決定が出版社による直接販売にも適用されるかは判然としていない。日本では、 アマゾンの事業はいくつかの子会社によって行われている。アマゾンによって販売される商品は公式にはアメリカ合衆国のワシントン州に登録している a m a z o n .com インターナショナルによって販売されている。このためアマゾンは法人税を支払うことを免れようとしたが2009年7月に東京国税局がアマゾンの配送倉庫が課税するための条件である高級的施設であるとし、 アマゾンに対し140億円の追徴課税を行ったが、アマゾン側は倉庫は高級的施設ではないと主張し日米間での協議を申し入れ、その後の日、米国税当局者による協議の結果、東京国税局の主張は退けられた。2015年10月1日、アマゾンは、 Google 社の Chromecast と Apple TV 製品を Amazon.com では販売しないと発表し、当該製品の新規販売は行わないことと既存の製品も2015年10月29日には排除されるとした。Amazon はこの措置は Amazon ビデオをうまく再生しないことによる顧客の困惑を防止するためだと主張している。この動きはコメンテーターにより、 アマゾンファイアー TV の競合として位置づけられている製品の販売を抑圧する目的のものであり、アマゾンが故意に自社の配信サービス上で動作するソフトをそれらの機器に提供することを拒んだことを考えれば、この措置はアマゾンの総合販売業者としての願意を否認するものであると批判された。2017年5月、アップルとアマゾンがアップル TV で アマゾンビデオを提供する合意が近く、Apple TV を Amazon が再び販売するようになると報じられた。2000年9月、ロビンソン・パッドマン法に違反する可能性のある価格差別が Amazon.com 上で発見された。Amazon は DVD を固定価格で販売しているが、消費者がクッキーを消去して通常会員として判別されるようにしたところ、同じ DVD 商品が 実質的により安い価格で提供された。その後 CEO のジェフ・ベザスは異なった価格付けについて謝罪し、アマゾンは消費層に基づく価格実験は今後決して行わないと誓った。アマゾンは価格差は価格変動実験によるもので高い価格で買ってしまった顧客に対しては返金すると述べた。アマゾンは2000年にも価格変動実験を行っており、 ウェブサイトのバーゲンハンターで価格比較を行っていた消費者がダイヤモンドリオ MP3 プレイヤーを低下より実質的に低い価格でランダムに販売していることを見つけたアマゾンは現住所が確認できない消費者から販売税を徴収することを拒否したことで批判を集めており店頭販売を行う小売業者よりも比較的優位性を得ていたもし仮に一部の消費者が 使用税の相当額を週に支払わなければならないとしても、そうする消費者は少ないとみられる。2012年4月4日に、ガーディアン氏がアマゾンはイギリスで33億ユーロ以上の収益を上げているが、利益全体にかかる法人税を支払っておらず、英国のデーム当局による調査を受けていると報じた。2012年11月、イギリス政府は、 スターバックスとグーグルと共にアマゾンを課税逃れの疑いで調査する計画を発表した。結果としてアマゾンは逆風にさらされ、大衆と他の英国企業からのボイコットに直面した。2014年に子供向け作家のアラン・アイルバーグは課税逃れによるアマゾンの地位とは非倫理的だとしてアマゾンが文学賞を講演するのを拒絶した。 アマゾンはかつて2種の統計雑誌と2つの統計ビデオを販売していたが、米国人同協会はそれらのコンテンツの販売は、米国連邦法に違反していると主張し、アマゾンに対して訴訟を提起した。2007年のアマゾンボイコット運動は、NFL のクォーターバックのマイケルビックも参加した。2008年5月、マーバーガーパブリッシングは、アマゾンに対し自社の雑誌。 ザ・ゲーム・コックの販売停止を求めることで人道協会と和解したが、訴訟の対象となった第二の雑誌、ザ・フェザード・ウォーリアーは入手可能のままである。2009年4月、一部のエロティック、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、フェミニストと政治的リベラル本はアマゾンセールスランキングから除外されていると公表された。様々な本やメディアが、 アダルトコンテンツとしてフラグ付けされ、その中には子供向け本や自己啓発本、ノンフィクション、不明確なフィクションも含まれていた。その結果、E.M. フォースターやゴアビダル、ジャネット・ウィンターソン、デイビッド・ハーバート・ローレンスの著名な作家の作品がランキング外にされた。その変更は、作家のマーク・アール・プロブストがブログで、 アダルトコンテンツはランクから除外する方針を示した。アマゾンからのメールを転載したことで初めて公にされた。しかし、アマゾンは後にレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの本をランキング外にする方針はなく、最初の変更はバグのせいであるとし、困惑させた不器用な登録エラーが57,310冊もの書籍に影響を及ぼしたと述べた。 メタデータ消失の原因だと主張するハッカーもいた。2009年9月、アマゾンが有名なプレミアリーグのフットボールマネージャーが自動成功の犯罪者という虚偽の主張をする MP3 音楽を販売していたことが明らかになった。販売者に商品の撤去を求めるキャンペーンにもかかわらず、アマゾンはそうするのを拒み言論の自由を引き合いに出した。 法的措置の脅威が迫った時にアマゾンは最終的に彼らの英国のサイトから商品を撤去することを決めた。しかしながら同社はその商品をアメリカ、ドイツ、フランスのウェブサイトで販売し続けた。2015年12月、ガーディアン紙はイギリスの法律に違反する商品がアマゾン .co. という形状で販売されていると暴露した。イイスプレー銃やスタンガン、 各種刃物武器を含む懸念される商品で、すべてイギリスでは違法な武器として分類されており、同時期にガーディアンは武器の一部を表した映像を公開している。2009年7月、ニューヨークタイムズはアマゾンがモバイルリファレンスにより出版された1984年や動物農場を含む特定の本が米国著作権法に違反しているとして、 すべての消費者のンドルからコンテンツのコピーを削除したと報じた。この措置はユーザーへの事前通知や特定の許可を行われなかった。消費者に購入価格の払い戻しを受けた後、アマゾンギフト券または30ドルの小切手を提供された。電子書籍はモーボポーコットのモバイルリハレンスによって出版されたが、当初はオーストラリアでパブリックドメインとなったために、 同国限定で販売されていた。しかしながら電子書籍がモーヴポーコットを通じてアマゾンに自動的にアップロードされた時、地域制限は尊重されず書籍は著作権が満了していない米国のような地域で販売が許可されてしまった。2010年の12月に作家のセレーナ・キットは近親相関を描写した一部のフィクション本がアマゾンのコンテンツ削除の被害を受けた。 アマゾンは削除に対する利用者の不満を鎮めるために技術的な問題が原因で購入済みの3冊の本の再ダウンロードが短時間できなくなっている。我々はこの問題を認識した時から修復に取り組んでいると主張した。2013年の後期にオンラインブログのザカーネルは不条の流行と題した本をアマゾンなどの電子書籍の書店で販売したと明らかにした。 アマゾンは、諸女性や、化け物、非合法スレスレのようなトピックと同様に、近親相関、重関、自動ポルノを取り扱った本をブロックすることで対応した。カスタマーレビュー手続きが、アマゾンのマーケティングに統合されるにつれて、レビューはますます正確性と倫理性を要求された。2004年にニューヨークタイムズは、 アマゾンカナダのウェブサイトのバグで本の複数のレビューがその本の作者か競合本の作家によって書かれたものだと明らかになったと報じた。それに対応してアマゾンは方針を変更し、匿名レビューに対してアマゾンに登録しているということを示すネット証明マークを与えたがペンネームを利用しての匿名投稿を許可し続けていた。二0 1年までにリテイリングコンサルタントパワーリベス。 によるソーシャルショッピング研究でアマゾンは単一のインターネットの消費者レビューサイトとしては最大規模になったと報じた。その年にアマゾンレビューの信頼性と関連する複数の事件が起こった。4月にイギリスの歴史学者のオーランド・ファジズは彼の同僚たちから自分の著書に対してポジティブ・ネガティブ双方のレビューをされていたことを見つけた。 6月にシンシナティのニュースブログは75ものアマゾンレビューがクライアントを代理した PR 会社によって執筆、投稿されたと暴露した。ロンドンのデイリーメールは11月に PR 会社を使ってアマゾンレビューを投稿し、著書がライバルの複数のネガティブな匿名レビューによって攻撃された3人の作家のケースを確認したと報じた。2011年にデイリーメールは アマゾンや他のウェブサイトで書籍などの製品、サービスの好意的なレビューを書き投稿するために、マーケティング会社によって作家が雇用されていることをもはや隠せなくなっていると報じた。当時のコーネル大学の研究で、アマゾンの高い地位にある消費者レビュアーの85%は、出版社や機関、作家や製造企業から無料製品をもらっていると力説した。 2011年6月までにアマゾン自身が出版ビジネスに参入し有名作家に対し彼らの期間や新刊のプロモーションを増やすことを条件に好意的なレビューを求めたアマゾンのカスタマーレビューは下品な発言をモニターされているがネガティブなコメントは許可しているアマゾン .com の著者のロバート・スペクターは出版社と作家がベゾスになぜアマゾンは ネガティブレビューを公開するのかと尋ねたとき、彼はアマゾンは違ったアプローチを取っており、良いものか悪いものか、醜いものか、真実性がないものかを問わず、すべての本を利用できるようにしたいと主張しこの監修を擁護したと述べた。2012年11月、A-Amazon は相次ぐ仲間の作家の著書の著者によるレビューを削除した。この措置は自作自演騒動の対応とみられた。 その後、マイケル・ジャクソンの経歴をけなす書籍、アンタッチャブル、ザ・ストレンジ・ライフ・アンド・トラジック・デス・オブ、マイケル・ジャクソンがアマゾンで販売されていたが、ジャクソンのファンが SNS を通じて結成した組織、マイケル・ジャクソンのメディア攻撃への迅速応答チームが、ネガティブレビューや、ポジティブレビューへの否定的評価などで荒らした。ドイツメディアとブロンゴスフィアは、アマゾンが、ウィキペディアの記事を転載した数万の、 オンデマンド印刷本を販売していると非難した。これらの本は、Books LLC というアメリカ企業と、ドイツ企業、VDM のモーリシャス共和国の子会社、アルファスクリプトパブリッシング、ベータスクリプトパブリッシング、ファストブックパブリッシング3社によって作られていた。アマゾンは、ブログと一部の消費者がこれらの書籍すべてを、カタログから撤去するように企業に求めた問題を、 認識していなかった。アマゾンと VDM 印刷の提携は2007年から始まった。2008年1月にチェコの週刊誌、タインの記事で、私はハインリヒヒムラを愛すると、私はラインハルトハイドリヒを愛するとの文言が飾られた、ナチスの不名誉な交換で、戦争犯罪人に愛着があると表現する T シャツをアマゾンが販売していると注意するよう呼びかけた。 アマゾンの広報担当の女性、パトリシア・スミスは、タイデンに当社のカタログでは、数百万の商品を扱っています。そのような、膨大な数のため予想できない商品が紛れ込むことも、ありますと述べた。スミスは、タイデンに T シャツの制作元のダイレクト、コレクションとの提携を止めるつもりはないと述べた。しかし、世界ユダヤ人会議の圧力の後、 アマゾンは前日の T シャツに加え子供や女性向けに売られていた私はヒトラーを愛する T シャツも同様にサイトから削除した。WJC の介入の後、ナチスのスローガン、血と名誉が飾られたヒトラー有限とのナイフのような商品やナイフキングダムから供給されていた1933年のドイツ SS 歌詞館のダガーもアマゾン上から削除された。 2010年11月10日、フィリップ・アールグリー・ブッの自費出版本、愛と喜びのための賞に性愛者ガイド、賞に愛好家の行動規範がアマゾンで販売されていたことで議論が巻き起こった。一部の読者は本の販売をするアマゾンに対してボイコットを呼びかけたが、アマゾンは当初、単にメッセージが不愉快だから特定の本の販売をしないようにするというのは、 検閲に当たるものと考えていると述べ書籍の販売を擁護し、サイトは全ての人が何を購入するかを決める権利を支援していると述べた。しかしながら、その後アマゾンは本を撤去した。サンフランシスコクロニクル氏はアマゾンは書籍を擁護し、その後撤去し、その後再導入し、再び撤去したと記述している。NPO のアメリカンブックセラースファンデーションフォーフリー。 エクスプレッションの代表のクリストファー・フィーンは、児童ポルノではないまたは、写真がない文学的な歪説表現の時アマゾンは、書籍を販売する権利があると主張した。一方、子供の安全協会のイナフ・イズ・イナフは、書籍は撤去されるべきで、その書籍は、子供の虐待が普通だという印象を与えるという声明を出した。動物の倫理的扱いを求める、人々の会は。 ペドフィリアガイドのアマゾンからの撤去を引用し、アマゾンに刀剣の本の撤去も求めた。クリーブスはフロリダ州レイクランドの法執行官の事務所により発行された重罪逮捕状をもとに2010年12月20日に彼の本拠州であるコロラド州プエブロで逮捕された。軍のインターネット犯罪部門の刑事はクリーブスの本の署名入りのハードコピー版を注文し、 歪説法に違反する州のところ官庁に送付した。法執行官のグレーディジャットによると、グリーブスは、有害な行為に従事する未成年者を描写した、卑猥なコンテンツの供給を禁じた州法に違反し、第三級の重罪だという。グリーブスは罪を全面的に認め、2年間の保護、観察処分となり釈放された。2010年12月1日、 アマゾンは内部告発機関ウィキリークスに関連するウェブサイトのホスティングを停止した。アマゾンは当初はサイトは移転を強制されるかどうかのコメントはしなかった。ニューヨークタイムズはコネチカット終戦室の無所属のジョーリーバーマン上院議員が国土安全保障省と政治活動委員会の職員との連絡の後、 アマゾンが水曜日に Wikileaks のホスティングを止めたと述べたと報じた。その後、アマゾンによるプレスリリースで Wikileaks を消去したのは政府による調査や大規模な DDoS アタックのどちらかの原因によるものではないとした。アマゾンはサービスの規約違反が原因と主張し、Wikileaks が大量のデータを正当な権利なく取得、保持しており、 他者を決して傷つけないという保証もないままデータを公開したためだとしている。ウィキリークスの創設者のジュリアン・アサンジによれば、この措置はアマゾンが発言の自由の欠陥をかぶっている、管轄の国に存在しているということを示したという。アマゾンの措置はベトナム戦争中のペンタゴン・ペーパーズのリークで有名なダニエル・エルズバーグからの公開書簡につながった。エルズバーグは 自身がアマゾンの臆病さと奴隷的な状態に憤慨している都市この措置を中国の情報管理と内部告発の阻止になぞらえ広範囲で早急なアマゾンのボイコットを呼びかけたアマゾンの労働者は複数のメディアで常に全てのブルーカラーとホワイトカラー労働者の虐待的扱いについて定期的にコメントしている彼らの多くが2015年後期に 彼らの不満を収集し、アマゾン管理層に直接伝える新組織を結成した。新組織はアマゾンのフェースと呼ばれた。2011年9月ペンシルベニア州アレンタウンのモーニングコールは、アマゾンのブレーニングスビル倉庫で働く20人の下現従業員にインタビューを行い、一人を除いた全員が企業の倉庫の状況と雇用観光について批判した。 特定の調査で倉庫の温度が意識を失った従業員を救急搬送するのが日常的になるほど暑いことを懸念しており暑い中での過酷な仕事量乳がんのような健康的問題で即時解雇されたという報告について懸念していたモーニングコールはアマゾンによる回答上を時期通りに載せアマゾンは暑さの状況が摂氏46度以上に達した時の 詳細な対応を述べ、水や氷での治療、電解室のドリンク、栄養指導、空調設備が整った部屋での追加休憩を行っているとした。モーニングコールの記事が出た5日後にアマゾンは240万ドルかけて、ブレーニングスビルを含む4つの倉庫に空調設備を緊急導入すると述べた。しかし、元の調査員は9月23日にフォローアップのため、 現在の従業員のところに戻ってみると、彼らは自分が書いた元の状況と何も変わっていないと伝えた、と述べた。アマゾンはマーストンゲート倉庫について、同様のより低い等級の不満に遭遇し、2001年にビリー・ブラグによる切迫した抗議につながった。英国での国詞の主張は2008年のブラック企業としての新規リポートで再び表面化した。 2012年6月アマゾンは国中の倉庫に冷却設備を導入するために5200万ドルもの投資を始めたが会社の主要コストはアマゾンの2011年の総収益の8.2%に相当する。専門家はアマゾンの大規模投資は労働環境に対するネガティブな宣伝を弱めるためか倉庫の食品や電子機器といった商品を保護するための どちらかかまたはその両方の狙いがあると推測した2014年12月、合衆国最高裁判所は、ネバダ州のアマゾン倉庫で、セキュリティチェックポイントを通過するために待機している、時間に対する保証をするよう求めていた、派遣労働者たちに、満場一致で決定を出した。2013年の8月2日、デイリーメールは、A アマゾンが従業員に GPS をつけ過酷な、 労働をさせていると暴露した。同志は労働者を人間ロボットと表現し、アマゾンは物議を醸すオンコールワーカーをスタッフを出席する道具として雇用していると述べた。ドキュメンタリー放送のチャンネル4は2013年8月1日に A アマゾンのラゲリー倉庫内に秘密のカメラを設置し、労働者の虐待を記述し、デイリーメールが恐ろしくて、 とても疲れ果てると呼んでいた雇用監修と類似する主張をした。2016年11月、BBC の潜入記者が A ボンマスのアマゾン倉庫で即時配達のドライバーの一部が時間を節約するために制限速度を超え、彼らの番をトイレとして使うしか選択肢がなかったと報じた。控除の後のドライバーの手取りは1時間あたり2.59ユーロで、 イギリスの最低賃金の半額以下だと暴露した。2016年12月、スコットランドの自由党党首、ウィリー・レニーは通勤のコストを抑えるために労働者が冬に外でキャンプしている写真が公開された後、アマゾンはダンファー・ムリンでの労働環境と賃金の両方について恥じるべきだと述べた。2011年10月、女優のジュニー・ホアンは100万ドルの賠償を求め、 アマゾンをワシントンの地方裁判所に訴えた。申し立て内容はアマゾン子会社の IMDb が彼女のクレジットカードからの個人的な情報を利用して彼女の年齢を明かしたというものだった。訴訟では契約の欠陥や違反、彼女の私生活の侵害と消費者としての権利が主張され2008年に役を得るチャンスを増やそうとイムドブプロに入った後、 法的な生年月日が彼女の公式プロフィールに追加され、見かけより年を取っているということが明かされ女優の仕事や収入の実質的減少を引き起こしたと述べている。女優は質疑でサイトに情報の削除を求めたが拒否されたとも供述している。アマゾンに対する全ての主張と IMDB に対する大半の主張はマーシャ・ J ・ピーチマン判事によって退りけられた。判事は 残りの主張は IMDB 単独によるものだと判断した。2015年時点で IMDB に対する訴訟は後半中である。シアトルのストリート裏に貼られた反アマゾンを表現するメッセージステッカーアマゾンは英国と米国の両方で労働組合を組織しようとする努力に反対してきた。2001年にシアトルの850人もの労働者が 労働組合組織の動きの後にレイオフされた。ワシントンテクノロジー労働者組合は、同社が組合法を侵害していると非難しアマゾンのマネージャーが、労働者への脅迫や猛烈なプロパガンダで、従属させていると主張した。アマゾンは、労働組合組織の動きと、レイオフとの間に何ら関係ないと否定した。2001年、A アマゾンは、 ミルトン・キーンズの配送拠点において、組合を認めさせようとした、グラフィカルペーパーメディア組合の動きに対抗すべく、米国の経営コンサルタント会社のザワークグループを雇った。この組合組織化の試みの間、2001年には4人の組合員が解雇の犠牲となり、会社側は従業員たちに対して、監禁状態で一連の集会を開いたとされている。 2010年1月27日のアップルの iPad の発表に続き、マクミランパブリッシャーが電子出版に関したアマゾンの価格議論に参加した。マクミランは電子書籍の価格を9.99ドルから15ドルに引き上げるアップルでも適用される新価格スキームの承認をアマゾンに求めた。アマゾンはウェブサイトでのべてのマクミラン社の電子と1本の販売を取りやめたが、 2010年1月31日にアマゾンはマクミランの価格要求に応えた。1999年ミネソタ州ミネアポリスのアマゾンブックストアコーポラティブがアマゾンドットコムを商標権の侵害で訴えた。企業は1970年以降アマゾンの名前を使い続けていたがネット販売業者に名前をシェアする裁判所外での合意に達した。2014年に 英国裁判所はアマゾンがラッシュソープの商標を申告していると宣言した。石鹸製造企業のラッシュは以前に自社の製品をアマゾンで入手不可能にする措置を取った。それにもかかわらず、アマゾンはラッシュソープの代替品を Google 検索を通じて広告に出した。2013年10月、世界ユダヤ人会議は アマゾンのジェフ・ベゾス CEO に対しホロコーストの否定、反ユダヤ主義や白人市上主義を促進させる本の販売を撤回するように求めた。WJC のロバート・シンガー副代表は、ベゾス宛ての手紙で何人もそのような悪意で攻撃的な人種像の文学の販売によって利益を得るべきでない。多くのホロコーストの生存者たちは世界最大の小売業者が そのような本を販売して収益を上げているという事実に深く傷ついていると記述した。それ以前にイギリスのオンライン雑誌カーネルはアマゾンがホロコースト否定本を擁護する販売しておりホロコースト否定が禁止されている国々の消費者へも本を発送していると報じていた。2017年3月7日にホロコースト否定団体コミュニティ4オープン。 ディベートオン・ザ・ホロコーストは同団体によって発行された70冊以上の本がコンテンツガイドラインの侵害を理由としてアマゾンサイトから除外したとアマゾンからメールで知らされその中には20世紀のイカ様20年近くにわたって提供されてきた欧州のユダヤ人根絶に反する事実の本も含まれていたさらに Amazon は E メール文でさらなる類似本の提出は同団体が アマゾンで本を販売する許可を取り消すことになると警告した。同時期にアマゾン個会社のクレッツペイスとキンドルダイレクトパブリッシングによって同じ書籍に同様の措置が取られたがアマゾンは同時に類似商品をリスト外にしたことについて公式な発表はしていない。2014年にアマゾンとアセットはエージェントプライシング論争に関与した。エージェントプライシングはエージェントが 通常本の価格を決定するが、アマゾンは書籍の割引を支持した。論争には有名な作家であるスティーブン・キングやジョングリ・シャムを含む数百の作家が参加し、我々は本で生計を立てている作家の生活を害することを止められる可能性が最も高い規約においてアマゾンを応援する。私たち読者と作家ともに本が人質に取られて、 利益を得ることはないとし、請願書に署名した。作家のアーシュラケールイコールグウィンは、アマゾンがサイト上で、アシェットの本の購入を厳しくした措置について、我々は、検閲について話している。故意に本を入手するのを厳しくしたり、不可能にしたりするものだ。作家が姿を消してしまうとコメントした。しかし、彼女の声明は、怒りと不信を引き起こし、 割引を撤廃したり配送を遅くしたり出版前の予約を拒否したりするアマゾンの措置はアシェットの本を入手するのを物理的に厳しくしたアマゾンにおけるアシェットの本の販売の急落で同社の方針が消費者を思いとどまることに成功したことを示したイギリスの消費者団体ウィッチはイギリスのアマゾンマーケットプレイスについてマーケットプレイスで販売 発送される小型の電子機器は製品広告と同じでないかもしれないとした情報を公開した。11件の同じ商品のテスト購入ではそれぞれ異なった販売者で注文したが1件の販売者のみが実際に表示されていた製品を送り他の2件の販売者は異なっているが機能的には同等の製品を送り残りの八件の販売者はかなり異なり宣伝機能を 安定して提供する能力がない粗悪な製品を送ってきた。同団体の記事では、製品レビューは違った、商品、配送方法の混合でありどの製品が、どの販売者から送られてきたかを判別できないとした。この記事では、英国議会で新消費者権利法案と関連して、証拠として挙げられた。リチャード・パロット氏の調査によると、A アマゾンが数百万個の新品、 未使用の商品を破棄しており、これらの商品は事前団体や非営利団体に寄付されるのではなく、英国内の廃棄物リサイクル業者に送られている。元従業員は全体的に見ると廃棄品の50%は未開封でシュリンク包装がされたままです。残りの半分は返品されたもので良い状態のものですと語っています。ありがとうございます。